俺？そうですよ。俺じゃなくね？いや、え、俺じゃなくね？皆さん、え、本気で言ってる？本気で言ってる。嘘。本当に。え？あれ？最初鉄だったじゃないですか。ああ、井上さんだけ鉄を鉄を呼ぶんですよ。え、俺じゃなくね？サトシでしょ。いや、サトシさんも後から呼ぶんです。最初は井上さん。嘘。え？嘘。本当に。本当に。サトシさんも呼んでましたよ。サトシ呼んでたよね。でも井上さんが最初ですよ。え？いや、サトシが最初じゃない。でも井上さんと長くなった方が早かったんで。確か。あれ？忘れちゃいました。え、コナンじゃね？いや、コナン君は違いますね。被害者じゃないね。誰が被害者やね、お前。俺、サトシが言ってたから言ってた気がする。言い出し気がするんだ、俺。俺か。マジか。コナンとも仲いいっすね。はい。いやー、あんま覚えてねえな。いや、運命ってお前名前、お前名前ちょっと変えただけだろ、お前。プレイヤーネームちょっと変えただけだろ。そんな何も変わらねえだろ。うわー、バレてる、すごい。あさり？おー、場所？なるほど。うまっ。あと誰だっけ？あと、ツオンのやつどこのツオン？アルファ、最後の本戦が本館だったはずです。で、1回戦で負けました。確か。アルファ？アルファですね。アルファで取ったんですよ、ストロング鉄。はあ、はあ、あ、覚えてる。思い出した。思い出しました。思い出した。急に。思い出したの。もう間違えてるじゃないですか。確かに。思い出した、思い出した。あったね。り思い出したー。確か出たわ。しかもなんかチーム名の決め方が、いや、いいよ、お前強いからストロング鉄だよって終わったんですよね。俺ニュー使ってる時だよね。そうです。そうだよね。思い出したー、よかったー。よかった、思い出した。いや、思い出した、思い出した。で、結構早く負けた気がする。温泉。いや、てか1回戦負けっすよ。そうだよね。負けたよね。思い出したー。思い出したの。井上でしたね、その時は。はい。思い出した。負けそう。記憶が戻ったー。記憶が戻ったぞ。失われた記憶が戻ったぞ。記憶戻った。やばい、辛い。まず、誘い負ける。どうしようかな。いやー、早いやつ。てか、5B で暴れてる。これはきついなー。おん。お、おいしい。見ろ。うわ、確認してる。相変わらず。おぉ。すいませんでした。あ、終わっちゃった。終わっちゃった。やるしかなかった。受け止め食らいすぎた。中下ファジーね。っていう感じでしたね。なるほど。おかしいな、田岡さんの時もこういう勝ち方するんだけど。出たー、田岡がクソ。田岡がマジクソってなんだけど、同じ前回だと。田岡マジクソ。ファジーも大概ですけどね、ほんと。大概ですよね。やっぱり。うん。さあ、2試合目ですか、これ。いや、今で試合目なんで。あ、試合か。もう一戦。こんばんは。デーモン。なんだろう、ね、強いっすね。強いね。もう段位で判断できねえな。まあ、16段とか落ちてきたらさすがに強いんだろうけど。16
ジンの固めの 2C3C は半角ですよ。 3C 止めは半角ですよ。え、どうすんのじゃあ。飛翔権があるんで。あ、そうか、飛翔権があるのか、飛ぶのがあるのか、まあ、だからなんだって思う人にはきついんだからなんだって言われたらね。飛翔権食らっても 3C にしゃがみくらいでカクカン取った方が美味しいキャラとかはガンガン来ますけど。あ、なるほどね。はいはい、ちょっと変えよう。コンシューマー最高段位って今何だ19。なんかこの動き、いやまさか知ってる人。あらーうまい。あのバクステの回数は見覚えがあるんですよ。バクステの回数が分かるか、さすがに全然違う人の可能性かな。いやなんか3回ステップする人って結構いない。あーそうなんだ。この動きはドキって感じですか。いやまさか、いやまさか。あ、また確認できないし。あー、ひとめった。トキとかひと目で上がるけどね。もう瞬間移動したらもうトキだから。おー、おしゃれ。オシャンティーってやつですね。繋がってるなんでダブルアップしたの今。繋がってる。やるもんじゃないですね、ほんと。なんか一回もまだ繋がってないんですけど、今日に下がりから繋がってないんだもん。あれビタじゃないと繋がんないんですよ。あ、ビタか。ビタは入んねえだろうね、最初。まあ、途中まではタッチパでいいんですけどね。あー、最初は地図さん。おお、すげえ。激しい。しかし、バレている。強引な攻めが通用しない。これが通っていく。バレている。つかバタイか。これパズル飽きた。いや特区ですよ。え、特区特区かよ。パズル特区が来たかよ。特区。ちょっと進んだ。進んだ？3ピース埋めました。3ピース埋めた。6ピース埋めた？やるね。